夢ラジオ第3394回、今日は令和3年11月20日土曜日です。時刻は午後4時半、横浜港北、空はまだ薄い群青、そして薄いオレンジ、しかも西の空。この放送がある頃にはもう夜が始まっていることでしょう。というより今もう4時半ですでに街明かりはつき始めていますね。センター北の観覧車も今宵はオレンジです。土曜日の夕方、今回は受験の話、経大文学部の英語、こんなタイトルで話しましょう。経大文学部の英語、まあ慶応の英語ですね。オンラインの講師として私はもう4年目になりますね。それ以前は塾の先生でした。まあその英語の受験指導をやってる中で、まあ、特にでもオンラインやり始めてからですね、毎年と言っていいほど慶応の文学部の志望者がいます。いれば私も対応いたします。過去問演習ですね。しかもその慶応の文行きたいという人もうその時点でそこそこの実力ある人で、ですからまあそんな人たちと慶応の文、それの過去問を5年分6年分10年分一番長かったのは15年分やりましたよ。もう古い過去問をアマゾンで取り寄せてっていう、それをやりましたね。なわけでですね、やはりあの慶応の文学部の英語に関しては、まあ、ある程度のなんていうか傾向と対策をお話しできます。この夢ラジオ、まあ社会人の方聞いてらっしゃる場合も多いんだけど、やっぱ高校生大学生にももっと聞いてほしいですよね。まあ哲学の本当に最先端の話してたら、まあ高校生にはちんぷんかんぷんかもしれないけど、けれど受験のお話、こういうお話なら高校生にも即役に立つでしょう。まず慶応の文学部なんですが、長い文章を読ませます。おそらく今日本の大学入試で一番長い英文がこの慶応文でしょう。これより長い英語出してるところないと思うよ。ページで言うと6ページ7ページ続いていきますね。ですからある程度原書を読み込むような作業をやってる人は、受験かどうか別にして原書を読み込むようなそういう作業をやってる人にとっては、実はもう普段やってることの延長となります。逆に1ページぐらいの英文をですね、非常に細かくあちこちあちこち分析してという、こんなことばっかりやってる人はもう長さに圧倒されてやめたとなりますね。ですからまず6ページ7ページの英文を、しかも中身は多岐にわたります。多岐にわたりますといってもね、大体社会評論ですよ。大体社会評論ですね。教育であったり、あるいは、差別であったり、あるいは政治であったり等々ですね、いろいろです。だからレベルは高いんですよ。でそのレベル高いのを7ページも読まなきゃいけないわけだから、もうその時点で一定の人しかやっぱ受けられなくなりますね。ですから英語は苦手だという人で慶応の文っていうのはもうその時点でやめた方がいいとなります。受かりません。そして英語が得意だというお方の中で
その中からふるいにかけられるっていう、こう覚悟した方がいいでしょうね。つまり、あたり見回したら英語得意なやつばっかなんですよ。英語が好きなやつというか。で、要求されるのは3つほど下線部を和訳しなさい、そして記号で書きなさい、あと20字ぐらいで説明しなさい。けれどメインは120字、ね、メインは120字。これ年によって字数はバラバラなんですが、だいたい120字で説明しなさいという、それがメインです。ここができないとやっぱり乗り越えることはできません。形容文の英語はね、120字で何書くんやというものの、文章全体の要約をしなさいはない。そうではなく、文章を読んでれば、その文章は必ず何かテーマがあって、そのテーマについて書かれてある英語で、そのテーマの一部、大概はキーワードですね、テーマの一部、大抵はキーワードを取り上げて、このキーワードとは何かを説明しなさい。この形になる場合が多いです。ですから、まあ全体は分かってないとダメ。だけど単にその全体を縮尺してまとめるという、そういうことでもない。聞かれたことに答えないといけません。まずね。そして英作文です。で、この英作文がまた振るってて、さっき読んだ英文をなんとなく使えそうな英作文が出てますよね。だからもし本当にさっきの英文が読みこなせているなら、あ、これさっきの英文のここのこの英文使いながら作文すればいいじゃんかと。ただしそんなことできる人はまあ少数で、ほとんどの人はどこにあったかもわからないし、ね、この英作文の日本語、与えられた日本語がさっき読んだ英文のどこを元にしているのかもわからないし、だから自力で解くことになります。ただし、まあ、安心してもらっていいのは、自力で解いたとしても、すなわち本文の英文をですね、本文の英文を使わず、普通の純粋な日本語を英語にするという英作文で解いたとしても別に問題はありません。本文の英語を使いながらという指示もあるわけではありませんね。そして辞書持ち込んでいいよ。すごくないですか。辞書持ち込んでいいよ。こんな条件にしてるのも形容文だけじゃないでしょうか。私は聞いたことないですね。受験指導ずっとやってますけど、辞書持ち込んでいいよと。A は和 A ってやつね。ただし、わあいいなと、辞書持ち込んでいいなら単語不安だけど俺でもやれそうだと、読むのには自信があると、ただし語彙がないんだ、それはまずい。辞書持ち込みかでもね、辞書なんか引く暇ないと思うよ、やることが多すぎて。だから本当にキーワードとなるような単語が3つ4つはありそうでしょ。本当にキーワードとなるような単語が3つ4つありそうで、それを引くぐらいが関の山です。ですからやっぱりそのもう辞書は持ち込んでもいいんだけど、大概の部分については辞書は引けない、あるいは類推して進むしかない、知らない単語の場合はね。そうなります。だから間違っても形容文受けるからといって語彙増やさなくていいんだ。もう素人の素人ですよ。まあそこまでね、愚かでなかったとしても辞書引けるんだから大丈夫、いや、それはほとんど幻なんですよね。3つか4つキーワードを引けるぐらいだ、こう思っておいたらいい。そしてさっきから最大のテーマだと言っている120字の論述、これはやっぱりどこが大事かを見抜いて、でさっきも話しましたけど、聞いてることに答えないとまず点はありません。聞かれてることに答えず、なんか本文から適当なところをガガガッと120字書いても点はありませんよ。だからまず聞かれてることに答えるっていう、これが大前提、これは鍛えてもらわないといけないと思うよ。ここの部分だけは本当に聞かれてることはこれですよと、でそれに答える答案はこれですよっていう、これはやっぱメンターが必要でしょうね。
で、その聞かれてることに答える、それを120字書くわけですから、今度は日本語の書き方としてね、マス目をどんなふうに埋めるのか、ね、マス目は答案用紙に用意してありますから、それをどんなふうに埋めるのか、何を書いて何を書かないべきか、そうですね、こここそ、まあ自分じゃ無理だ、あるいはただ単に正答例読んでも無理だという部分ですから、やっぱり慶応文行きたいという人が、まあオンラインの授業で現れて、そしてまあ私からメンターになってほしいというふうに言ってくるのも、いやそれは当然なんですよ。そこだけはまあどれほどできる子でも自分じゃ無理なのでね。あとその次に来る英作文もです。その次に来る英作文も。ですから普通に単語集を機械的に覚えますとか、あるいは文法を規則覚えますっていうんだったら、まあ自力でできる場合もありますが、今お話した慶応文のための論述問題、そして英作文に関しては指導が必要でしょう。それはね、これも全部自力でやれる人っていうんだったら、もうあんまり日本の大学に行っても意味ないかもしれない。もうそのままもっと別な進路を考えた方が有意義かもしれないなと思ったりはしますね。どうでしょうか。今回の放送で、慶応の文学部の英語ってなんかよその大学の、それは例えば国公立の英語とも全然違う佇まいなんだな。はい、その通りですよ。国公立の英語でも辞書使っていいですよは見たことない。もう全国津々浦々のね、国立大学の学問は毎年受験生と一緒にやってきましたが、見たことないね、辞書持ち込みか、しかもあの長さ。というわけでね、その意味においても慶応の文というのは、この入試問題の形式からどういう人に入ってきてほしいか、どういう人に入ってきてほしいかを明確に表している学部でもあります。私はお勧めしていますよ。そして慶応の文行きたいんだという人で、まず基礎能力がダメだったらその時やめた方がいいというふうに言います。そして基礎能力が一定程度クリアしている人だったら、よっしゃ、一緒に頑張りましょうかと。ただし、やっぱり半年はかかりますよ。慶応の文のまともな勉強を、まともな準備をそこそこできる人と始めるとしてもね。だから今、もう秋ですから、もうこんな時から慶応文の、演習なんか間に合うわけないわけですね。もう遅くとも8月あたりから始めてないと、まあ、もっと、言えば1年ぐらいはかけてっていうことになります。慶応の文だけ受けるわけではないからね、他の学部も多分受けるだろうから。夢ラジオ第3394回目、今回は「慶大文の英語」、こんなタイトルでお話しました。ありがとうございました。